ハインリヒ・フリードリヒ、ハインツ・ラインファルトは、ナチス・ドイツの親衛隊の将軍。最終階級は、親衛隊中将、武装親衛隊中将及び、警察中将。ラインファルトとも表記。ドイツ帝国ポーゼン州のグネーゼン出身。イエーナ大学で法学を学び、弁護士となった。義勇軍に参加した後、1932年8月1日に、 国家社会主義ドイツ労働者党に入党。入党直後は突撃隊に参加していたが、1932年12月から新英隊に移籍した。ポーランド戦争前から国防軍の陸軍で訓練を受けており、対戦中の1939年から1942年にかけて陸軍337不評連隊に属する招待の指揮を取り、 実践に参加した。1940年6月25日には、歌手官にして、騎士鉄十字章を受章している。1942年4月20日に、警察少将に任命されたのを機に陸軍を去り、新衛隊や警察の業務に戻った。陸軍での最終階級は、予備役中尉だった。1942年6月から、 米面命令保護領の副総督、クルトダリューゲから任命を受けて保護領の民政長官となった。さらにダリューゲの秩序警察本部にも在籍した。ダリューゲの庇護を受けて、米面命令保護領担当省、カール・ヘルマン・フランク新衛隊大将の権力の抑え込みを図った。 1944年1月29日より死亡した、テオドアベル・ケルマン親衛隊大将の公認として、バルテ親衛隊及び警察高級指導者に就任。1944年12月30日まで在職した。この間の1944年8月1日に、親衛隊中将に昇進している。 また1944年8月から11月にかけて、エイリヒ・フォンデム・バッハ・ツレウスキー、新衛隊対象指揮下のワルシャワ法規鎮圧軍に属する部隊の指揮を取り、ワルシャワでの民間人殺害に関与した。この選考で、騎士鉄十字昇白洋賞を受賞。同年12月には、SS 第18軍団の指揮官となり、 1945年1月から3月にかけてキュストリン陽細胞衛戦の指揮を取った。ドイツ敗戦後、ポーランド政府はワルシャワ法規鎮圧に関与したラインファルトの身柄の引き渡しを求めたが、アメリカとイギリスはニュルンベルク裁判でラインファルトが証人として利用できると踏んでこれを拒否。ニュルンベルク裁判後、戦争犯罪により逮捕はされたが、 ハンブルク地方裁判所の決定によりすぐに釈放された。1951年にはベステルラントの市長に選ばれた。さらに1962年にはシュレースビヒホルシュタイン収集議会の議員に選出された。1967年に任期を終えた後は弁護士の職に戻った。ポーランド政府は再三にわたりラインファルトの身柄の 引き渡し要求を行っていたが、結局最後まで引き渡しが実現することはなかった。1979年に、ズイルトで死去。ありがとうございます。